さあ2回戦です。日本の片山、うちに決めた投手は人一倍でそうでしょうね、はい、試合が始まります。非常に相手は手足の長い選手です。フィンランドのアセル、こうやって組み手争いをしているときに大体相手の実力が分かるものだと言いますが、佐藤さん、はい、画面でご覧になっててどうですか。そうですね、これ喧嘩打ちなんですよね、はい、そういう意味ではあの片山選手の方が僕はやりいいような気はしますけども、はい、ただリーチがありますので、またあの頭をつけてるとかですね、そういう不利な感じで見られなければいいんですが、片山は左組と言いますか、左の方からこう刺していきたい方ですね。そうですね、はい、あと右手で外から相手の肘を引きつけるんですけども、もっと前に出ていったらですね、片山の一つのパターンとしてはこうやって組み手争いでまず構成をかけていってパッシブを取って そして寝技でポイントを重ねたいというところなんですが、はいはい、パッシブを逆に取られました、はい、片山パッシブを取られました。ここはなんとかしのいでほしいですね、はい、従って片山はこうやって相手に背を向けて非常に不利な体勢からの試合再開ですが、ここをこらえますとまたチャンスが逆に巡ってくるはずです、はい、あーとローリングはポイントが入ります。なんとか1ポイントで抑えたようです。1ポイント奪われました片山。今ジャッジが2ポイント上がりましたがどうでしょうかね、あそうですか、はい、レフリーは1ポイントを示しましたがジャッジは2ポイント。今度の技はこれまた2ポイントですか、はい、今の俵返しの姿勢から、はい、あの低い姿勢で投げましたから、これで3対03ポイントを取られました。もっと動いてほしいですね、開始早々パッシブを取られまして3ポイント、片山の方が失点しました。彼はスタミナはありますんでですね、もっと動いて動いてですね有利に展開してほしいです。まだ試合時間は3分以上あります。日本の片山隆光、秋田商業から日体大そして自衛隊に入りました。高校大学は佐藤さんの後輩ということになりますね。そうですね、はい、もう大学時代は一緒に練習したり、よく教えました、はい、前回のバルセロナオリンピックの時には日本の予選はフリーで出場しました。ああ宮原コーチが心配そうに見つめてます、はい、さあ今度はチャンス、回した回してこれも1ポイントか、あ今の肘ついたと思ったんですけどもね、しかし1ポイントを取りました。うーんポイントは2点差、いや今のは 2ポイントで取ってほしかったですね。そうですね、はい、まあ、しかしこうやってコツコツととにかく取っていって、もう1回これはパッシブ取りましたね、はい、取りました。そのまま相手が先に場外出たということですね。場外に出ましたね、はい、でもう1回パーティルから始まるということですね。これはチャンスじゃないですか、はい、さあ今度はどうか、うん、投げに行けないか、逆にバックは取られたか、これは失点にはなりませんね、はい、投げの失敗ですね、はい、なりません、投げの失敗です。後ろに回られましたがこれは失点にはなりません。2分34秒経過しました。試合時間は5分です。あのフィンランドのですね、あのアセル選手もあまり横移しの受けが強くないですから、はい、あの片山はもう少しですね動いて動いて、あのだいぶなるべく早くですねパッシブを取ってほしいですね。そのアセルがどこか痛めましたか。そうですね、脇腹かなんかですかね。片山はバルセロナオリンピックの時にはフリースタイルで予選で敗退しまして結局代表にはなれませんでした。したがってグレコローマンスタイルに転向してからは大学の4年生ぐらいからですから、それほどね期間は経ってませんが、はい、ついにこのグレコローマンスタイルでオリンピックの代表を手にしました。本格的にグレコローマン始めたのはですね、はい、
自衛隊進んでからですね、それまでは両方やってましたね、はい。さあちょっと片山が下がっている。ポイント3対1、2点を追いかけます日本の片山です。片山は組み合わせにも恵まれておりますので、この試合に勝ちますともうベスト4というところまで来るわけですが、目の前の強敵は、グレコローマンの伝統国フィンランドのアセル。あーっと崩しに来た、バックを取られました。1ポイントフィンランドのアセルが追加。先に腰投げ打ってほしかったですね、さあまたここからリフト技に来るかフィンランドのアセル。抑えてほしいですけど、はい、片山がこらえています。これ以上の失点は厳しくなります。よくこらえました片山。ここでスタンドです。さあここからですね、はい、残り1分30秒。片山左を差しているわけですから、はい、うまく相手のですね左肘とかですね、右手で引きつけて腰投げとかですね、そういうアクションを起こしてほしいですね、はい、そうするとパッシブの取るチャンスが増えてきますので。セコンドの宮原大久保両コーチが激しく声を飛ばしておりますが、ポーカーフェイスの片山です。左をどうですか、刺しましたか。そうですね、アクション起こしてほしいですね、チャンスですね、はい。あっと滑りました、かなり汗もかいてきます、体も滑ります。残りはあと1分、あと1分です。1回戦を突破しました、1回戦はテクニカルフォール勝ち、そして2回戦です。スリーポイント差、投げに来ましたフィンランドのアセル。思いっきりこのアトランタで自分のレスリングをして、そしてなんとか自分の力で日の丸を見てみたいとこう言っていました。そうですね、片山です。僕たちも見てみたいです、はい、今パッシブですね。その片山、この勝負というのは本当に大きな意味を持ってまして、はい、ここがその一つの分かれ目ですね。この試合に勝ちますとベスト4まで行きます。ベスト4まで行く、さあローリングだ、どうだ。このポイントは1ポイント、これは1ポイントです。片山1ポイントを加えました。ポイント2ポイント差です。残りがあと35秒。なかなかローリング、ね、そうですね、2回決まりましたが、ともに1ポイントずつですから。そうですね、はい、あそこを本当は2ポイントに取りたいんですけどね。そうですね、4対2、2点を追いかけます日本の片山。試合時間あと30秒、前に出てほしいですね、はい、さあ前に出てパッシブを取れるか、あるいは投げ技が出るか。わずかに2点差です。あと15秒、前に出ます片山、ジャッジはパッシブ上がってますけども、審判が見てくれないです。もう時間がありません。逆に潰れましたが、これは滑りました。ここで5分間終了しました、はい、4対2です。片山敗れました。残念です。苦しい試合でした。アセルもかろうじての勝利、勝てばベスト4という非常に大事な試合でしたが、これで片山は敗者復活戦に回りますので、この後は銅メダルを目指しての戦いということになります ね、 そうですね、はい、日本の片山残念ながら2回戦で敗退、敗者復活戦に回ります。これが気を抜いたんですよね。結果的にはここでポイント2ポイント加えられたのが大きく響きましたね。はい。